まあ、僕とマニさんは正直一番やりやすいのが、マニさんが4番で出て、正直ここポジション入れ替われるんですよ。だからでかいマークが来ても僕も守れますし、マニさんも上のちっちゃい子とかもつけるんで、ここでまあスクリーン僕にかけてきたけど、まあやっぱり相手はそのディフェンスのズレっていうのを作りたくてスクリーンをするわけです。でもそこでやっぱスイッチで、もしスイッチディフェンスをしてきた場合、やっぱり背の高い低いでスイッチしちゃうと、ミスマッチが起きちゃうんですよ。そしたら相手のオフェンスはその攻めやすくなっちゃうんですけど、まあ僕とマニさんも体格的にほぼほぼ一緒なので、まあスクリーン来ても別スイッチしても問題ないんで、結局まあマリさんがスイッチしてくれるんで、このプレーが皆無になっちゃうんです、向こうからしたら。まあここでやっぱりカールしてきたところに、まあちょっとノーマークになりかけたんですけど、福ちゃんがボールマンが気づいて、ここでシュリンクします。で、相手に、シュートっていうところ、本当はシュート打たなきゃいけないところなんだけど、福ちゃんが来たことによって一瞬パスしなきゃっていうことで戻します。で、これで1個目、潰れました。で、これもう守れてますよね、もう一人一人についてっていうのが。で、どうなんだろう。で、この時間帯になると、もう、基本的に例えばここのマークが動かなきゃっていう心理になるんですよね。で、僕にスクリーン来るんですよ。で、僕らはもう動かなくていいんですよ。でかい方が下にいた方が得なんで。正直周りが、オフェンスが勝手にガチャガチャ動いてくれているだけで、僕らはもう全くここから動いてないんですよ。そうなるとやっぱ中に入れない。ジョーンズ常にここにいてみたいな。で、ここでスクリーンされても結局動かず。で、最後ビッグマン、まあ8秒、7秒しかないんで、彼に来るっていうのはまあ最終オプションだったんで、まあそこでバックカットに対してもまあゴール下シュート打たせない、パスコース消す、ビハインドに行くっていうので、まあ相手も、相手ずっと動いてないですよ、ここからポジション。で、僕らも動いてないんで、結局こう、将棋の駒取りみたいな感じで。っていうので、もうタフショットになって。っていう感じですね。はい。